ペルー・ボリビア連合は南アメリカに1836年から1839年の短期間存在した国家連合。当時のペルーとボリビアを半し、首都はタクナに置かれた。1836年にボリビア大統領のアンドレス・デ・サンタクルスはペルーの支配者アグスティン・ガマーラを破ってペルーを南ペルー共和国と北ペルー共和国に分けて ボリビアと統合した。10月にペルー・ボリビア連合の成立を宣言し自らは、中心、世襲の連合五民間になった。シュットは、南ペルー共和国のタクナに置かれコビハ、アリカ、カヤオ、パイタの、K4 港を自由港と子孫の他の港から輸入される、物品の課税率を引き上げて、国内産品を保護した。しかし、 ガマーラをはじめとする亡命ペルー人はチリに亡命して連合に脅威を抱いていたチリ政府とアルゼンチンのフアンマヌエル・デロサスの力を得て軍を動かし1839年にペルー北部のユンガイの戦いでボリビア軍を破るとサンタクルスは亡命しこの連合は崩壊した1841年にガマーラはペルー主導で再び連合を結成しようとボリビアに侵攻したが ボリビアのホセ・バジビアン大統領に敗れ、戦死した。これ以後両国を統一しようとする動きはなくなった。ありがとうございます。